はい、くにさんの2回目出てくるところからいきましょう。はい、閉めた。今ならやれる。祈っているな。よし、今だ。そしてやつは昇天。それで復讐を果たせる。いや、こいつは考え者だ。悪党が俺の父を殺す。その家臣一人息子の俺がその悪党を天国に送り込む。なんだこれは。これでは雇われ仕事、復讐ではない。父親は奴に惨殺された。まだ独占の責にまみれ、あらゆる財宝が五月の花のように咲き誇るさなかにだ。あの世でどんな感情がけを突きつけるかは神のみぞ知る。だがこの世の常識で考えれば重い刑罰を課せられるはず。それなのに奴が魂を清め、おぎおく死に出の旅路の備えができているときに命を奪う。それで復讐と言えるか。ダメだ。ケニオ、戻っていってもっと汚らわしい時を待て。泥酔して眠りこける。怒りに駆られる。邪院のとこで快楽をむさぶる。博打を打つ。汚い言葉を吐く。いや、いつでもいい。救いようのない悪行にふけっている時すかさず倒す。奴のかかとが天を蹴り、魂はどつ黒く迫って地獄へと真っ逆さまだ。母上がお待ちだ。祈りという薬も貴様の病んだ命を引き延ばすだけだぞ。